えー、千葉記念解説、えー、の67周年記念なんですけれども、えー、2日目を終えました、えー、優秀戦千葉マリーンカップ深谷智広が早めに出て、えー、巻き返してきた新田を出させない2人でものすごいもがきになりました、えー、そこを稲垣宏行が、えー、しっかりまくり切ってしまう1、えー、周のタイムが27秒8、えー、これは非常にこう早いタイムで。 えーまあ、30秒切ったり29秒でももうちょっと早いかなという感じなんですけれども残り1周のこの本当に高速の戦いレベルの高さというものが感じられました2日間を終えて目標30億を少し超えました目標が60億残りの後半の2日間月、火という形になるんですけれども、えー、なんとか乗り切って目標に達すべく準決の3番この激しいこの盛り上がりを期待したいと思います 狙いは準決勝の12レースです、えー、並びは8番柳爪正弘が短期9番3番姿和道に佐藤慎太郎7番1番4番吉澤淳平に海老根啓太山田浩二とつてます5番2番6番稲垣宏行友貞祐希石丸宏行のライン、えー、やはり稲垣が中心でありまた 吉沢につける地元の、ね、またここもレースの核を作っていく、えー、この2つが非常に2人とも勝ち上がってほしい決勝に上がってほしいのはもちろんなんですけれどもこういう構成になった以上まあ吉沢はもう先行を中心の攻め稲垣は変わらずに早め早めに え仕掛けて巻き返しに行く、えー、ここ混戦になるのではというところで波乱の匂いがえいたします9番姿和道もう G1 では普通に上位で戦えるレベルになっていますこのメンバーでももう見劣りする感じもないこのメンバーまあ姿本人が見ている時にまあやや考えるというよりはニヤッとしながらまあ相手強いですけどこうワンチャンスありますよねというような感じで ニヤッとしておりました。そこが非常に気になるところ。えー、まあ普通に考えて九三三九の筋決着が狙いなんですけれども、波乱になりそうな以上九前前で、えー、どでかいのを狙います。えー、準決勝十レースは深谷智弘と吉田拓也この初対決に注目が集まります。十一レースは日田雄大にまあ初日に連携した中村宏志そして伊勢崎昭弘が いいてここの3人で決められるかというとうろが焦点になってきえす12レースはちょっとまあ波乱になるかどうか稲垣海老根が期待に応えられるかどうかそこに非常にこう見ていきながらですけれども3番ともまた激しいレースになっていきそうです。